プロ野球のスター選手たちが一堂に会する真夏のビッグイベント、オールスターゲーム。夢の対決が繰り広げられ、数々の名シーンが生まれてきました。その一方で、抜群の成績を残しながらもオールスターに選ばれなかった選手たちもいます。今回は2023年のオールスターゲームに惜しくも選ばれなかった選手たちをまとめてご紹介します。日本ハムで活躍する若き右腕伊藤大海投手も残念ながらオールスターゲームに選出されませんでした。2021年の東京オリンピックで金メダルを獲得した伊藤投手は、2023年の3月に行われた第5回 WBC でも侍ジャパン入り、中継ぎとして活躍し世界一奪還に貢献しましたが、その後野球への気力を失うなど燃え尽き症候群に。本人も、あの WBC の舞台で燃え尽きることができないなら優勝できていないんですけどね、帰ってきてからは気持ちが全然乗らなかったです、私生活も散々でした、欲がないから睡眠欲も食欲もない、無でしたね。あそこまで感情がなくなってまさに無になったというのは今までありませんでした、と語るほど深刻な状況に陥りました。それでも少しずつ調子を上げ、7月15日時点で5勝を上げ、3年連続の2桁勝利が狙える状態まで戻ってきました。1年目は8勝、2年目は7勝と多くの勝利を挙げてきたのは前半戦だった伊藤投手、そろそろ後半戦でも活躍できるというところを見せておきたいところ。 WBC を超える情熱的なピッチングで日本ハムの再浮上に貢献してほしいところです。伊藤投手同様に WBC で日本中に感動を届けた若き大砲村上宗隆選手も、今年はオールスターゲームへの出場を逃しました。村上選手の本職であるサードのポジションでは、阪神の佐藤輝明選手がファン投票で、 DeNA の宮崎敏郎選手が選手間投票でそれぞれ選出され、前年に三冠王を取る活躍を見せた村上選手は選んでもらうことができませんでした。前年の三冠王が翌年のオールスターゲームに出場しないのは史上初の珍事。成績の方に目を移せば、昨シーズン56本放ったホームランも今シーズンはまだ20本にも届いていない苦しい状況。三冠王を獲得した村上選手に対する各球団のマークは当然きつくなっているはず。そうした状況の中で昨年と同様の結果を残すことは至難の業です。オールスターの期間をうまく休養に当て、後半戦で爆発する準備期間としてほしいところ。 B クラスで苦しむヤクルトを救う活躍を村上選手が見せてくれた暁には、その背中に遅いよ無念と叫びたいですね。ルーキーイヤーから巨人の守護神として活躍を続け、第5回 WBC でもリリーフとして活躍した大勢投手。しかしこの WBC によってシーズンに向けた調整は大きく狂わされ、シーズン序盤からコンディション不良でベンチから外れるなど苦しいシーズンを送っています。それでもなんとかクローザーの役割を果たしてきましたが、7月を前にして出場選手登録を抹消。右上肢のコンディション不良が原因ということで、原監督も、彼も全力でやっている中で少々ここは時間を要する時だなと判断しましたと慎重なコメント。まだ大勢投手のプロ野球人生は始まったばかり。再び抑えとしてフル回転するためにも、今年はしっかり休養に当ててほしいところです。大勢投手と同じく WBC で世界一を経験した松井裕樹投手も、今年はオールスターに出場することは叶いませんでした。2023年4月5日には史上最年少でプロ通算200セーブを達成。 WBC に出場した選手たちが軒並み調子を落とす中、松井投手は前半戦だけで20セーブ以上を挙げる活躍を見せており、ファン投票などで選出されてもおかしくはない成績。しかし今シーズンは所属する楽天イーグルスが極度の不振で下位に低迷。宮城のファンもファン投票で松井投手を押そうという空気になりづらいほどの苦しい状況でした。
ファン投票が締め切られた後、チームは大型連勝。この流れがもう1週間前だったら、松井投手はオールスターに出ていたかもしれません。とはいえ、WBC から始まっているシーズンは疲労も相当なはず。ここはしっかり休養に当てて、後半戦巻き返すチームの中心になってもらいましょう。チーム最年少の20歳で侍ジャパン入りし、堂々のピッチングで日本のファンはもちろん、アメリカのスカウトたちにもその名を知られることになった期待の右腕、中日の高橋宏斗投手。しかし今年のオールスターでそのピッチングを見ることは残念ながらできません。チームに戻ってからは中継ぎではなく先発としてローテーションに入り、シーズンを送っていましたが、なかなか勝ち星に恵まれず、さらに7月5日の巨人戦では1回にブリンソン選手が放った打球が左太もも付近の内側を直撃。苦悶の表情を浮かべてその場にしゃがみ込み、足を引きずりながらベンチに下がり治療を受ける事態に。それでも治療後はマウンドへ戻り続投。しかし満塁ホームランを浴びて降板という、まさに踏んだり蹴ったりの登板となってしまいました。とはいえまだ20歳とプロ野球選手としてはこれからの高橋投手、オールスターで大活躍してファンを沸かせる日はこれから何度もあるはずです。今年のオールスターでは日本を代表するキャッチャー甲斐拓也選手の姿を見ることができません。2021年の東京オリンピック、そして3月の WBC と常に日本の扇の要として活躍を続けている甲斐選手、今シーズンも開幕から順調に出場を重ね、パリーグの首位争いをするチームの中で存在感を放ち続けています。去年の5月7日のロッテ戦から今年6月10日の巨人戦でストップするまで、甲斐選手が打点を挙げたゲームは負けなしの30連勝という不敗神話まで生まれるなど、自慢の強肩だけではなくバッティングでもチームを引っ張る甲斐選手。オールスターで見られないのは残念ではありますが、優勝を目指すホークスからすれば甲斐選手を休ませられるのは大きなプラス。後半戦に向けてたっぷり休養してもらい、優勝に向けて走り続けるチームの中心として活躍してもらいましょう。西武から FA 移籍後は楽天イーグルスの中心打者として常に活躍し続けている浅村栄斗選手、今シーズンはキャプテンを任され一段と責任感を胸に戦っています。しかしそんな浅村選手の思いとは裏腹に、開幕からチームは低空飛行。チームの打線を共に牽引していくはずだった島内選手とともに、5月初めまで打率は1割台。チームの成績に直結する中心選手の不振はメディアからも批判の的となり、浅村選手自身も苦しい日々を送りました。5月26日の日本ハム戦では終盤8回に逆転ツーランを放つと、ダイヤモンドを回りながら珍しく吠えた浅村選手、ここまでの悔しさを晴らす一振りとなりました。ヒーローインタビューでは、相当後悔しています、キャラじゃないですし明日からはやらないですとコメント。ここをきっかけとして徐々に打撃の調子を取り戻すと、7月に入りチームの状態も一気に回復していきます。オールスター前には浅村選手の活躍もあり、今季最多の8連勝をマークしました。後半戦さらなる猛反撃が必要となる楽天、主軸として1年間を通した活躍が不可欠な浅村選手がオールスター期間を休養に充てられるのは、むしろプラスの方が大きいかもしれません。今年は浅村がオールスターに出なくてよかった、だからあえて投票しなかったと東北のファンが笑いながら語り合っている、そんな秋になるかどうか、浅村選手の後半戦の活躍に注目です。2017年に中央学院大学から入団後、毎年安定した成績を上げている広島の床田寛樹投手、2022年にキャリアハイとなる8勝を挙げる活躍を見せていましたが、今シーズンは前半戦から絶好調。2023年7月15日時点ですでに7勝を挙げ、防御率も 1.94 という素晴らしい安定感を見せています。こうした活躍を評価してもらえれば、ファン投票などでの選出は難しくとも、
選手間投票や監督推薦でのオールスター出場の可能性は十分にありましたが、残念ながら今回は選出してもらうことはできませんでした。しかし過去には左肘を手術したり、ベースカバーの際に転倒して右足の関節を骨折するなど故障歴のある床田投手、自身初となる2桁勝利を達成するためにもオールスターで頑張りすぎてアクシデントが起こる方が心配です。ここはしっかり休養に当ててもらい、後半戦も白星を重ね、キャリアハイの大幅更新を目指してほしいところです。最多勝や最優秀防御率などタイトルを獲得できる可能性もまだ残されているので、こちらにも期待です。プロ4年目にしてすでにパリーグを代表する左腕の一人として数えられる宮城大弥投手、しかし今年のオールスターには選出されませんでした。 WBC にも出場した宮城投手は開幕から勝利を積み重ね、7月15日時点で12試合に登板して6勝3敗と3年連続の2桁勝利に向けて順調にシーズンを送っています。しかし宮城投手自身は現状に満足してはいない様子。2021年に新人王のタイトルを獲得はしているものの、投手の個人タイトルはまだ手にしていない宮城投手。チームメイトである山本由伸投手や令和の怪物佐々木朗希投手らとタイトル争いを繰り広げ、最後に順位が覆ればと控えめながらも意欲を口にしています。山本佐々木両投手を上回っていくには後半戦で相当な活躍が必要となってくるため、今回オールスターに選ばれなかったのは宮城投手にとってはいい休養になるはずです。3連覇を目指し首位争いを繰り広げるオリックスの中でひときわ存在感を放つことができるか、オールスターブレイク明けの宮城投手のピッチングから目が離せません。日本を代表するセカンド、ヤクルトの山田哲人選手も今回は残念ながらオールスターへの出場を逃してしまいました。 WBC では序盤は DeNA の牧選手にスタメンの座を譲っていましたが、決勝ラウンドではしっかりと活躍、侍ジャパンの世界一奪還に貢献し意気揚々とシーズンに臨みました。しかし4月12日の DeNA 戦で下半身を負傷し、翌日選手登録を抹消。なんとか4月28日にスタメン復帰を果たしますが、7月2日の広島戦で足を負傷し、再び選手登録を抹消されてしまいました。その直後にはかつて交際していたという女性からフライデーに女性関係を暴露されてしまうなど踏んだり蹴ったりの状態の山田選手、まずはこのオールスターブレイクを活用し怪我の回復と1日も早い一軍復帰を目指してほしいところです。過去には3割30本30盗塁を4度達成するなど、プロ野球選手として異次元の活躍を見せた山田選手、2023年で31歳となりますが、まだまだ老け込む年齢ではないはず。まずは今シーズンの後半でやり返してくれることを期待しましょう。いかがだったでしょうか。今回紹介した選手たちがオールスターで躍動する姿も見てみたかったですね。選ばれた選手たちによる夢の共演を楽しみつつ、後半戦でオールスターに選ばれなかった悔しさを晴らす活躍をしてくれることにも期待しましょう。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。